おはようございます、えー、今日の話は「あ生き方革命」という橋本徹さんと堀江貴文さんの本の中から「すべての元凶は流動性の低さにある」という橋本徹さんの話です、えー。今の日本には社会全体に賃貸の空気が漂っており誰もはそれを多かれ少なかれ感じていると。と まあそれは海外に転じてみるとです、ね、日本以外の先進国ではみんな実質賃金も上がっているその賃金だけではなくです、ね、株価もです、ね、日本は1989年につけた最高値3万8000いくらというやつをです、ね、一度も上回っていないんですね、かたやアメリカといえば約40年間で株価は30倍以上になっているんです。 でまあ、これもう一つ有名な話ですけれども30年前の世界自家総評価総額ランキングではですね、えー、世界50社のうち30社、30何社が日本入ってたんですね現在は1社しか入ってない、えー、日本は本当にことごとさように賃貸してしまっているそれなぜそうなったのかと、まあ、それは原因はですね橋本さんは流動性の低さに尽きるというふうに言っています。 まあ流動性というのはいろいろ流動性がありますけれども、まあ、その中の大きな一つはですね人材の流動性、まあ、いわゆる転職であるとか、えー、雇用の流動性それがなかなかできてないと、えー、まあその一つにですね、えー、企業が人正社員として雇ったら基本的に解雇することができないという制度があるんだということを言っています、えー、まあこれはですね闇病にあのあの首を切れとかそういう話ではなくてですね まあ今時代が変わってきてるんで、まあ、職務をどんどん転職した時にですねその時にちゃんとそのケアをしながら職業教育をしたりですねお金の手当をしたりいろんなケアを手厚いケアをしながらですね、まあ、そういう制度を作っていく。これはですね 日本がそういうことができてないということは逆にですね社員の、まあ、いわゆる権利といいますかそういうのをちゃんと守っていないということにもなってしまうと,いうと言っていますですから、まあ、これはですね政界官界財界学会あらゆる分野において、まあ、その中の人材の流動性は本当に乏しいわけですずっと変わらないといいますかね。ですから、まあ、いわゆる そういうい雇用の流動性をまず大事にすると流動性を高めるということが大事なんだとでまあんだ水は腐るという言葉があります山から勢いよく流れる小川の清流もですね周囲を完全に密閉して小さな池にするとその水は腐るんですねやがて流れる水は腐らないけれども流れない水は腐るという話ですじゃあ今日これでおります。